開かない？またでもあれだよ、宝箱あるよ。あ、でれれれ、第二の鍵があるよ。お、いいね。いいね、取っちゃって、取っちゃって、行こうぜ。あ、いいの？うん。何がピチンピチンってんだろう。上から何か来てるのかな。うん、よし、鍵で開けるぞ。開くよね。開く？あ、開いたー。すごい、私、かっこいい。いけないと思って、またストーリーしちゃった。何もない。さ、あ、うわー、すごい、かっこいい。ああ、もう超好み。やったね、いいね。いいな。鍾乳洞？うん。あ、だからピチャンピチャン響いてたんだよ。あ、うん、あー、すごいなー。ほら、見てみ、飛行石っぽいもの。あ、あ、あれ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 、井戸？あれ、建物っていうか、なんか中になんか建物的な、ね、沈んでるよね。中にチェストない？あ、マジで？あ、じゃあ、あそこに行くんだわ。よう見えてんな。一人気がする。やった、めっちゃ楽しい。ドキドキだ。ドキドキだ。これ、ね、上には行かないよね。一応行ってみようか。これ踏んでいい？うん。特に何もない。あ、でもここ怪しいな。ふめふめ、どんどんふめ。イェーイ。あ、イェーイ。あ、でも行き止まりだね。止まりか。やっぱあっちか。いい役かね。あ、でも開かない。あ、そっか。キタに鍵持ってるんだ。鍵もうなくなっちゃったよ。あれ？ということは、また何か、あるのかな？道が。あ、これ二人で踏んでさ。あ、そうか、そうかも。うん。あ、来たー。来たー。フィアリーが待ってる。フィアリー。やったー。なになになに、悲鳴を初めて聞いた。なに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 、え、あったあったね。ひ、開かないよ。あれ、どこどこ。あー、ポポ殿、外に出れない、助けて。待って、ポポ殿。キナリン殿。めっちゃワクワクしてる。わらわら。お、お、演出変わってる。やった。かぐれたかな。あのさ、うん、さっき開かなかったとこ行った？開かなかったところ、うん、うん、なんかね、やばい、感圧案を押したじゃん。で、多分2人でいっぺんに押したんだと思うんだけど、うん、私が押した方はワープして、うん、あ、よかった、じゃあ私こう行くよ、うん、扉の中で、うん、なんか、あの、箱の中にいるみたいな、壁の中にいるってあるじゃん、ああいう感じ。どこまでも高い天井の。あ、あ、あ、助けて、助けて。最高。あ、怖いよ、わかったよ。最高だにこれ。最高だな。これ絶対肝試し楽しいよ、みんな絶対。仕掛けが、仕掛けが。プレイさせてもらってね。本当、空振っていく。何この演出、誰ですか？シナリオ書いた人は誰ですか？脚本家を呼べ。振り込みたいね。はい、これは普通に進んだ方がいいかもしれない。あれ、とりあえず、巻こうぜ。あれ、あ、か、また感圧まだ。きっとまたどっちかが囚われるよ。いくよ。マジか。よいしょ。あ、あ、どこなの？え、あ、大丈夫。今度は大丈夫だ。ガランガランって。ガランガラン。あ、なんかある。なんかある、なんかあるよ。あ、これ、あ、私たち、水の中に、ワープしたんじゃん。これがさ、多分さっきあれだよね。そうだね。あ、備忘録4分の2入ってる。じゃあまずキナリンから見て。うん、いいよ。あ、明るくなった。あ、水が来てる。水攻めだ。水攻めだ。あ、水攻めだ。不思議なものを見た。キナリン、不浮上、浮上、浮上。キナリン、シフトをして浮上しないと息が。あれでも、あ、浮上できない、浮上できない。あ、あ、あ、なるほど。やばい、そっちの方に空気が欲しい。空気のある方向。うーんと、ポポ殿、ここ、こっち、こっち。あ、おすごい、最高だね。不思議なものを見た。あれは一体なんだ。また死ぬで。侵食されてる。多分どんどん行かないと。読むのは後だ。こっち、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 どこだ。後ろ、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 こっち、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 あるから、階段あるから、こっちあるから。大丈夫？ご飯食べて。ご飯を、ご飯を。最高。よし、じゃあここで落ち着く。あ、なんか首がいる。大丈夫？うん、見て見て。ちょっと見るよ。うん。
不思議なものを見た。あれは一体何だったんだろう。突然トラキチが消えた。一体どこへ。っていうのが書いてある。なるほど。よし、渡すと。オッケー。お、こういう感じ。バッチリ？バッチリ。不思議なもの。これ考えたの。これダダのことかな。不可思議なもの。トラキチ。もうダダで確定だ。あ、こっちにも感圧バーある。あ、じゃあまた同時だね。あ、待って、これは開かないよね。よし。さあどうなるかな。よいしょと。ポポさん結構古いからな。これはあれだね。休憩。油断させといて実は何もないパターン。緩急が。あすごい今のあのなんだっけあのスクリーン海洋神殿的な。あ。何カキ大佐の発見。あ、待って、今度ポポさん開けてよ。わーい。じゃあ、僭越ながら私が。うんうん。多分これだよね。と思う。さっきの感じだと、ここかな？に、ガチャ。開いた。こういう風に開くんだ。あ、また。あ、なるほど。よし、じゃあ、こっちね。よし、行くぞ。行くぞ。せーの、ガチャ。かっこいい。ポポさんがかっこいいよ。なにこれ、最高だよ。すごい最高かよ。もう死んでもいい。あのままさ、もうあの天井を突き破って、あの宇宙に吸い込まれてもよくない？あー、分かっちゃうな。痛い。あ、なんかすごい不安不安してる。なんだろう、なんだろうね。我々ここで何をするんだろう。道が開けてる。開けてる？うん。あ、本当だ。あ、違う。全然違うとこですよ。ここか。本当じゃん。本当。あっ。あれ？まだ行くな。あ、もしかしてポポさん外に行った？私ね、あの宝箱。あ、じゃあポポさんがいるとこ見えるな。私ね、あ、本当に？うん。そっちに行けてない感じ。本当だ。ヤッホー。ヤッホー。面白い。じゃあ私これもらっちゃうね。うん。防備録3だ。で、多分これ取ったことにより、なんか変わってるはず。3。見てみようか。無事トラキッズを見つけた。しかし様子がおかしい。相手もぶつかないトラキッズ。なんだか寒気がする。確実に死に向かっているな。待ってね。読んだことにより何かが変わって、るわけでは、なさないな。じゃあちょっと飛び降りるね。あ、階段ができてる。え？上への階段ができてる。ちょっと行ってくるね。うん。なんか動いてないな。なるほど、別行動なんだ。あと、ポさん、あ、見える。備忘録だと思う。あ、私、防備録って言ってた？うん。備忘録。だと思う。思う。あ、怖い。ゆっくり行くぞ。多分キナリンが何かしてくれたら私戻れるのかもしれない。とりあえずこれは呼ぶか。本当だ。ちゃんと飛び降りれないように安全策があるのか。天守閣みたいなところがぐるっと。あ、ちょっと一旦全部見よう。うん。あ、チェストみたいなところがあったから、チェスト。あ、戻れた。あ、戻れた？あ、だだ、どの来ないで。え、どこだ？痛いよ。また二人離れ離れか。じゃあ私がまた今度何かしないときなりにずっとダダにいじめられる？やだー。いや、でも何もないぞ。あー、ちょっと待って、先進んじゃったのか。未暴録4分の4が来た。あー、リスポンだ。やだー。だって奈落のそこに落ちたんだけど。あ、でも多分戻れないんじゃない？戻れる？どっかリスポン。よっしょ、さっきのところだ。戻った。あ、ここか。あ、もしかして、ダダ殿に攻撃されると、奈落の底に落ちるんじゃない？なるほど。あ、なるほど。なんかね、あ、いた、よかったけない。青い顔で、これちょっとあれだな。この中にあったのね。うん。ちょっとバグフィックスせんとあかんな。おかしなことは今までにないバグですね。これは疲れてるんだろう。絶対二人で帰れた。っていうことが書かれていると。いきなりのその読み方好き。あ、ありがとうございます。リアルフィージの時も。おい。リボー6。はい。ボーイッシュ。読むのだ。なるほど。
ちゃんに連れて帰るんだ。そっか、連れて帰ろうと思ったら、屈折ね。どっちだろう、ダダは虎吉っていう名前だったかな。それとも連れて帰るんだって言ってた側の人。ああ、思いが強すぎて残った。そっか、だからうちら二人組なんだ。なるほどな。はい。いる？あれ？いるよ、いるよ、いるよ。あ、見て、この、あの、障子越しに見える。おう！うん。綺麗だ。あ、うわ！痛い、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 痛い。奈良君に落とされる。怖い、怖い、怖い。待って、待って、待って。ほんと、ほんと、ほんと。え、なに？今のポポさん？違う？違うよね。外が明るいせいか、周りがよく見える。外が明るいせいか、周りがよく見える。あ、こっちに行けるとこあるよ。ごめん、なんかね、なんか、すごい今ね、怪奇現象起きた。なになになに？私何も触ってないはずなのに、スピーカーがミュートになった。え？なんだって？怖いよ。なんかね、つい2、3、5秒ぐらい前にね、キナリンが何も言わなくなったから、あれマイク落ちたのかなと思って、ちょっと、チームスピーク見たら、私の方のスピーカーがバツ印ついてた。やだー。やだー。どっち行こう？ゆっくり行こう。あれ？どっち行く？左？右？で、キナリンの大ままについていくよ。それか、あれなのかな。クラピカ理論どっちだっけ？本当に左、左手の法則。いや、左手、左手。どこれ崩れるな。あ、第6巻が告げている。これも感圧挽回。あ、助けが、にわすけ、にわすけ。あれ向こう気になるね。向こう気にならない？行ってみよう、行ってみよう。せっかくだからさ。腹口な気がして怖いんだけど。あ、そっか、連れて帰るって言ってた人じゃないの？キナリン、こっちダメだ。ハズレだ。痛い、痛い、痛い。マジか。大丈夫？うん、大丈夫。そうだよね。イワスケの備忘録だもんね。じゃあ、あの、結構すごい鳥肌立つ。じゃあ、踏むか。うん。イワスケ側がいい？階段側にする？こっちはいいよ。じゃあ、こっちにしようか。よし、じゃあ私階段側行くね。うん。せーの。あ！なんかいる、なんかいる、なんかいる、なんかいる。苗木ゲット。苗木ゲット。どうなってんの？これどうすればいいの？あ、だからここ落ちる、落ちる、落ちるか。落ちるぞ。痛い。視覚効果やば。楽しいね。あれで？行くか。よし、あれで、すごい、お化け屋敷とは哲学。うわ、すごい。あれ、防御力は全部、ビボ力何が入って、あ、これ、あ、お札か。かな？そう、つい防御力と備忘録を間違え。じゃあ、きなり取って、お札取って。取ってちょー。よし、取るぞ。お札だよね。うん、5分。カリスマ、幸運、不思議な力を感じる。フィールザマジック耐久。うん、立ってて、あー、なんかすごいキラキラしてるよ。かっこいい。あ、なんかまたあれがある。カーツ版だね。あ、あっちから行く。うん。じゃあ、ポポさんそっちに感じたと思っち、うん、私かな。よし、行くぞ。せーの、あっち。あ、戻って、ほら、戻ってきた。結界の中に。転送されたよ。あ、これで井戸に投げ込めるよ、きなりん。かっこいい。ここか。あー、超深い。さあ、投げて。その絵を激写するわ。じー。では、僭越ながら、はい。どうぞ。いくぞ。ゆー。おー！私ね、なんとかの封印が解けたようだしか見えなかった。文字が封印が解けたようだ。なんで私文字でかかったんだろう。解けたね。うん。いけるね。行こう。あ、こっちかな。こっちか。うん。いやー、楽しいな。行こう行こう。かっこいい。かっこいい。かっこいい。この先、この先、驚いてくれんとな。勝手に。
開いた。見た？うん。こうだな。ごめん、ちょっとついちょっとこう。噛み締めたね。喉が鳴る。行こう。そして我々は生きて帰ることができるんだろうか。イワスケがやっぱ。イワスケが帰れなかったんでしょ。僕たちは帰るんだ。トラキチのその後が知りたいね。やってってあげたかったな。多分生きてはいないだろうけどさ、どんな運命をたどったのか。あ、ここも変わったのかな。変わったんだ。よし。よし、行くぞ。せーの。の勝ち。おお。ぜん。ここが抜けた。まだ100分か。まだもうちょいいけんのかな。ギリギリ2時間でいけんじゃない？なんでこんなものを作れるのかふとすごい疑問に思ったよ私は。すごすぎて。チェストがある。あ、チェスト。あ、なんか、じゃあチェストじゃない。あ、目玉の親父。違う。あー、痛いんだけど、なんかすごい飛んでるんだけど。攻撃されてる。あれ、何？いなくなった。上。あ、なるほど。あ、何？これは必要な行為だったのか。あ、これを頭につけて飛ばないといけないんだ。頭につけて。なんかあるんじゃない？ほら。だってほら、ひなりん、あのね、壁伝いに行けば、いずれ行けるよ。ちょっとじゃあ、言ってあげようか。なんかね、あの、聞けるところがある。ポポさん、録画2時間なるけど、止まってない？大丈夫？あ、すごい。アフターケアもバッチリですね。あ、今ね、1時間49分です。あ、ダメです。じゃあ、私、右側の感圧板に乗るから。うん。せーの。の、どん。あ、開いた。あ、よかった、中が。同じところ行けるんですか？こけし人形みたいなの怖いな。のっぺらぼうだね。怖いなぁ。あんなに綺麗なおべべ着てんのにさ、のっぺらなの怖くない？あ、今見た？見た、見た。マーリン飛び散ったのあれ文字だよね。あれかっこいい。かっこいい、私も思った。めっちゃかっこいい。あ、なんかふわ入ってる。イワスケじゃなくて、トラキチが追いかけてくるかも。あ、動いてる、動いてる。行く行く。あの、おべべ来た子が追いかけてきてる。おべべ殿が怖い。怖い。おべべ殿。大丈夫だよね。うん。あ、行き止まり。止まりだ。どっかのところに扉に入んなきゃいけないんだ。だね。扉3つ、障子1つだったんだけど。あ、おべべだな。おべべのの。どうする？どこ入る？でもね、あ、開かない。開かない？開かない。あ、開いた。行くぞ。あれ、なんで私開けられなかったんだ？わかんない。なんだ？なんだろう。怖い、やばい、怖い。やばい、やばい、やばい、やばい。やばい、やばい、やばい。あのおべべ殿、強くない？かく。何？ちょっと怖いね、普通に怖い。よっしゃ怖がってる。ラトラさんの敵は俺が撃つ。今入ったことによって、なんか、新しい。変わったのかな？変わったのかな？あ、てか、おべべ殿がいる向こうの先に行けるんじゃない？この、あ、おべべ殿がいたところに、なんか何もない。何もない。今なくなってる。ということは進むか。うん。行き止まりだった方向に進んでみよう。なんかまた道が開けてるかもしれない。ね。あ、来た！来た！来たよ！おべべ殿がいる。ね、とか、本当だ。おべべ殿。ね、また名前つけられてるわ。かわいい。来てるのにまた来るの？怖いよ。くるくる絶対来る。きっと来る。きっと来る。あ、ほら血の跡だよ。あ、怖い。怖い。なんかこれロープ的なものあるけど、これ。おお。やだ。よっしゃ。敵は取るぞ。ラトラさんの敵は俺が。予感するなって言う前にこれだもんな。あのさ、絶対首吊り用のだよねって、した後だよねって言おうとしたら超ビビった。絶対さ、島に渡った人たちみんな帰ってきてないってことじゃん。これあれ島の人たちじゃん。セーブ小屋が怖いよ。
我々帰るとスルーするな。帰るぞ。帰って TRPG しようじゃん。そうだよ。帰って探索者じゃん。もう、もう、うん、うん、うん。キャラシ作ろう、キャラシ。新しいキャラシとかって、うん、でも、そういうこと言ってる場合じゃない。っていうか、この2人が探索ガバガバなんですよね。普通は気づくで、そんなもん。マインクラフトのね、この立方体の素敵な感じとかね。この、あ、オベルかっこいいな。すごい長くない？長い、え？待って待って、長い？待って。あ、一旦戻す。大丈夫。あ、でも大丈夫。大丈夫？うん、そういった隙に、あ、また左右だ。左右だね。今度は左行くと。よし。中で繋がってると。繋がってる。あ、二人じゃないと来れない感じなんだ。そっか。あ、少し暗闇が晴れてる。あ、なんだ。一応閉めとこう。あ、ここにも首吊り跡がある。やめてよー。やだよー。何命を吸ってるんだ。開けますぞ。はい、うん。あ、開かない。開かない。開かない？あ、わかった。ごめん。こういうことかな？あー、なるほど。違うみたい。おお。なんだお前ら。あ、キタリン、キタリン、キタリン、待って。ここにね、あるの、あるの、あるの。あ、食べないと死んじゃう。あのね、うん、なんか、そうそう、レバー。あれ？逆サイド。こっち閉めるか。閉めて。開けて。開かない。開かない。なんだって？お前ら何してんだ？なんかポポさんの。あ、ダダがいる。ダダが。右クリックが。来てるよ。いきなりダダがいる。ダダがいる。怖い。やばいやばいやばい。開いた。開いた。開いたよ。行く。録画のあれから。ダダが追ってきてるよ。あ、怖い。やばい、最高。なんか色が変。いる？行くよ。か、左でやってるかどっちか。うわ、に速する。かっこいい。ドカーン。あ、なんか来てる。ここで上がる。途中になんかここの記憶が来てる。あー、きなり。バッカされた、やだ。普通にクリーパーのあれだったの、どこに誕生するかな。真下のところに来た。上のクリーパーにバッカされた、つらい。つらみ。つらみだ。帰ってこれるかな。帰ってくる。いやーああクリーパーに愛されそうじゃない？いいじゃね？私一回もクリーパーの姿見なかったな。姿は見える？姿は全然見えない。シューっていう音だけする。透明なんだね。大丈夫かな？来れるかな？うわ怖。いやーダダ効果やばいよ。あ、来た。どこまで行く？ここいるよ。いた。あ、よかった。途中でこう降りちゃったから。あれさ、ドラ吉。ドラ吉か。怖いね。あのね、ドラ吉が追ってきてるよ、きなり。マジか。うん、やだな。あ、でも連れて帰りたい。もうする。ダメだよ、そういう優しさをね、見せると取りつかれるから。やだ。心を鬼にしないと。そしてこいつら。あ、これ犬だ。見られてる。あ、見られてる。なんか目の前になんかいる。いる気がする。このやつさ、前もいた、うん、前っていうか、あの、集落の時にいたね。え、本当私見なかった。この、なんていうか、白い輪郭の何かがいた気がする。ね、グダグダしてるとね、トラキシがね、追ってくるんで、静かにゆっくりと、あの光景をきなりにぜひ見てほしい。すんごい何分ぐらいかかるかな。てか、これなんか見えないスイッチとかあるのかな、もしかして。何分ぐらいで気づくかな。あ、キツネ面さ、うん。あ、なんか違う？なんか、うん。